この動画は三国志8リメイクの新武将の顔グラフィックの紹介です。見やすいように画面をアップにしています。ほとんどが三国志14のグラフィックを利用しています。新しく追加された数は男性21枚、女性7枚となっています。男性の方は三国志14より個性的で使いやすい顔が並んでいます。今までなかったタイプが追加されているのが特徴的です。正直これだけ男性側の顔が頑張っているので、女性の追加グラフィックにも期待してしまいますよね。この方で21枚目です。次は女性に移ります。何かの影響なんでしょうかね。使い道がどうも見つからないような感じで、14の絵からだいぶ質が落ちているなと思っています。男性側に比べて幅が狭いなと感じます。使うとしたら2枚目の青い服の子でしょうかね。さてここから三国志14の既存の顔グラを1枚ずつ見せていきますので、知っている方はブラウザバックで構いません。別の動画にて三国志14からグラフィックが変わった武将の特集や一般特別なども順次公開していきますので、そちらも見ていただければと思います。ここからちょっとお時間長いんでね、少し三国志14のこの既存の顔グラフィックについてね、感想を述べようかなと思います。まず男性側からの感想ですが、自分の分身となるような顔がない、悪が強すぎて使いにくいとか、あとはね、君主顔となるような人もいない、あと文官チックのこの似たような顔が並んでる、鎧を着ている武将が少ない、史実武将に似た顔が多いとか、まあ、そういうのが多いかな。あとはですね、三国志とか信長の野望っていうのは男性がやっぱり多いんで、それで男性追加しようかなっていうのはあんまりないのかな、自分としてはね。それがこう拍車をかけてるかもしれない。過去作の三国志だとね、結構すぐにね、これ使おうかなとか、これ自分にしようかなとか、すぐ決まってたんですけど、なかなか13、14のこの顔グラフィックだと決まりにくいですね。それが男性側の感想です。女性の顔グラフィックに関しては女性側で語ります。はい、ここから女性側です。女性のグラフィックの感想ですが、半分ぐらいは使えるかなと思います。とはいえ層は薄いんですよね。幅もね、異民族系も薄いですし、でこの前半のやつって三国志13なんですね。で後半の、10枚ぐらいの
前半が三国志13のパワーアップキットから追加された顔で、後半が三国志14の14かな14とかパワーアップキットで追加された顔なのでね、あの前半の顔たちと後半の顔たちでこうちょっと質が違うっていうか、後半の方が顔がいいかなって。なのでこうシリーズを重ねるごとに顔が良くなってたから、まあ今作もね、8リメイクも期待してたんですけど、ちょっとねちょっと違ったなっていう感想です。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画にてお会いいたしましょう。では失礼します。